大人の世界にようこそ。はい。というわけでね、前回娯楽王を倒してね、5ビリオンの連中と会って、カムロ町マネーアイランドも一歩前進したとこなんですけど、で、今回はね、ストーリー進めますよと話してたんで、その前にちょっとね、ダウンロードコンテンツがまた新たに追加されたということで、ボブと、お、カムロ町エンジョイパック2。なんだろう、これ。はい。これ楽しみだ。え、テレビプロデューサー。お祭り大内は。タフネスエンペラー。タウリーナ。おぉ、スタミナのヘル。プラチナの皿。了解。あ、ガードマンがトラブルを解決しました。お、すげえ満タンになっちゃったな、なんか。なんかじゃあ、皿とかいらないからな。あ、ここで CP でなんか、持ち物増やしてたりできないのかな。CP で、持ち物増やすのはないんだね。バトル。でも13あるからね。じゃあ、あ、しのぎ回収スピードこれアップいいな、これ。これで、お金、あれ、ガードマンがなんかどんどん体力なくなっていくぞ。やっぱりエリア全てというか持ってるんでね、それだけトラブルが多くなっちゃうんでしょうね、きっとね。しかしガードマンだって、あともう平凡のやつとかしかいねえからな。ちょっと大丈夫かな。これ結構これに付き切りになっちゃいますね、ほんとね。ちょっと見よう、ちょっと。お、俺の島 100% になったからですね、よっしゃってことはもうマネーバトル発生しないのかな。じゃあもうやはりブルースランサッシュこぐ必要ないような気がしてきたな。じゃないんですかね、違うのかな。普通のやつって、あ、でもいないんだ、もう。まあいいや、じゃあブルースの差し込み。警官とかじゃなくてもこれ、もう S ランクになってますからね。じゃあこの何でもないやつ、この何でもないような、これでしとこう、というわけでね、はい。今回こそ、蒼天堀の方に行ってみますよ。私もね、ちょっとね、結構、いろいろやってね、もういいかなって感じになってるね。3億あるからな、最後に能力強化しよう。まあ、いや、まず行こう。あ、そうだ。たまにこういうのも、これもやってみよう。一回1万安いもんね、これは。1万円ですったらいいな。なんだ。お、やった、木刀なんか手に入れた。よーし。お、胴挟み。おー、いいね。お、40種類のヒートアクションしよう。一体ヒートアクションで何個ぐらいあるんだろう、そもそも。ヒートアクション、あ、10種類、20種類、40種類まで。あ、じゃあもう40種類だから、もう全部、全部ってわけじゃないですけど、もう、あれなんですよね。目録のやつは全部クリアなんですよね。おう。達成目録20パンはできましたよ。よっしゃ。というわけでじゃあね、ちゃんと、そろそろ行きますよ、本当にね。体力もあるしね。結局なんか薬局に、全く薬局を使用することなくなんか、やっぱり、クリアしそうな、クリアっていうか、それだけで済んじゃいますからね、本当ね、今のところ。ここが有楽亭、ここかな。あれ、どこだろう。あ、ここだ。はい。アジア街。入り組んでるな。これもなんだっけな。4だっけか。それで出てきたっけな。なんかこういうね、くねくねしたところ行くやつ。どこだ、こっちか。お、こっちだな。
本当入り組んでるな、しかし。こっち、うん、あ、いた。キリュウ君。おう。よう、キリュウ君。準備良ければカムロ町を出るぜ。蒼天堀に向かう。もうやり残したことはねえか。まあ、あるにはあるんだが。あ、大丈夫だ。ああ、大丈夫だ。そうか。よし、それじゃあ入ってくれ。中で社長が待ってる。まあ、ついに蒼天堀に行くんですね、じゃあね。お待ちしてました、キリュウさん。あなたが蒼天堀に行く前に、殻の一壺の持ち主についてお話ししておこうと思いましてね。ああ。その人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています。協力関係にある組織。その組織については後で小田さんから説明してもらいます。ただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元、長い時間かくまえるものじゃありません。ですから殻の一壺の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。なるほど。それを俺と織田がやるんだな。ええ、この役はやはりあなた方にしか任せられません。キリュウさん、あなたは殻の一壺にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ、ですがキリュウさんには近いうちにお話しできると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事にカムロ町に帰ってきてください、キリュウさん。わかった。それで殻の一つぼの持ち主はどういうやつなんだ。若い女性です。ただどうも目が不自由とのことで、ほぼ失明しています。え？その殻の一壺の所有者は牧村誠という人物です。は？え？はい、ここで終わりなんですね、10章。戦いになるのかなとか思ったんですけど、まことちゃんがまことちゃんだったのっていう気持ちですよね。そうですか、そうですか。7500万まずもらって、はい。あ、やっぱもうしのぎの額のがすごい多いですね。ミニゲームはあのあれかな、キャットファイトとかなんだ。そうなの、まことちゃんなので、そのまことちゃんが追ってるやつが立花になるのかな。じゃあそういうこと。はい、というわけでね、10章終わりました。はい、というわけでね、まあちょうど休憩がいいんで、じゃあ今日はこの辺で終了したいと思います。はい。行くぜ。1だと5弁したと。好きにできるのは子供の愛だだけ、惚れるだけ、貫き生きてちゃダメさ。
一人前を名乗るならそれが起きてらぜ世界一の男になるんだろう一匹狼は通用しなくなるから日の宮ねやるよ集め共に戦いに行くさ勇気いっぱい次頑張りほら怖くはないさ男は暇あるなら一つ上目指し誰かのため役に立ってみよう世の中腐るほど腹の立つことはあるから大人モード固め我慢してゆくのさ本気いっぱい夢を追うなら一人じゃダメさお墓力みすぎだぜ差し出した手はみんなのためさ気がつけこうもう一丁あるでしょかけてやるんだよ助けあえば仲間さサンダーエマオスや自分のせいごまかす手だけはないぜ何よふんなんじゃとほらほらほら悔しくたって歯を食いしばりここへ壁を越えて見せろよ勝ちに行くのさ怖くはないさ男はせいせいどうどう立ち向かえよ浮き魂ごめんね爆発させろこうじゃな仲間だほら仲間だ犬の猫次こそはふっふっ6だほいあなたをあなた
うだ。どうした？チャンネル登録よろしくお願いします。パソコンの方はこちらの登録ボタンを、スマホの方は画面下にあるチャンネル登録の方をクリックしてください。よろしくお願いします。